はい、皆さんこんにちは、増山です。今日はですね、篠笛の吹き方の中で指打ちについてね、お伝えしていきたいと思っております。はい、それではですね、早速この指打ちですね、この練習をしていきたいと思っておりますけども、私などはね、指打ちというよりも叩きって言っていましたね。そんな、呼び方はどちらでも、いいんですけどね、その練習法について紹介しますね。これらのね、やり方をですね、覚えるとですね、お囃子とかね、あるいは神楽とかね、あと民謡ですね、こういったものの曲を吹く時にはね、篠笛らしさっていうかね、あるいはこの何て言うんでしょうね、こう華やかさとかね、この賑やかさとかね、そういった篠笛独特のね雰囲気が出る、手法になってくるんですね。是非これをですね、いろいろな手法があるわけなんですけども、まず最初に一番簡単な方法からね、陣を追ってね、今後何回かに分けて紹介していきたいと思っております。はい、じゃあ早速始めますね。はい、最初は簡単にですね、まず間音のですね、間音の6の音を出してくださいね。6ね、はい、6ですね。6が出たらコンとこうね、この5の指で叩くんですね。叩くね、打つでもいいですけどね。最初はこんなんでいいですよ、ゆっくり。こんな感じね、思ってくださいね。これがね、できるようになったら徐々に少しね、早くやっていくんですね。そのためにはですね、こう指には力を入れないことがコツなんですね。軽やかに。で、瞬間的に素早くやるのがコツなんですけども、最初おそらくね、初めてやる方などはね、頭の中ではね理解していても、指の方がついていかないかと思いますのでね、はい、まずゆっくりね、6を出して5で、ね、叩く。これでも構いません。はい、できるんであれば瞬間的に。5の穴をですね、左手のこの中指でこうポンと叩くんですね。それができない場合はまたゆっくりでもいいです。最初はこのぐらいでもいいかな。できる人は早くなるだけね、早くできるんであれば早いことに越したことはないんですね。一息で、息をふーっとね、ろくっと吹いていて、これ指だけこうポン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 って叩いていくんですね。はい、こういう方法なんですね。次これができたらね、今度は5ですね。5の音にしますね。5をやって今度は、この左手のこう薬指ですね、で叩いていくわけですね。こうですね、この音ね。5。これもね、最初からうまくいかない方はゆっくりね。この構わないですね。だんだん慣れてきたらね、これも徐々にね、速くしていくんですね。1回ずつやっていますけれども、まあ、一息の中に、自分で今度はね一息を吹いている中で、何回もこう指をね叩く練習するんですね。こうやりますとね2つの音がダブってこう出るんだね。はい、なんてそうでしょ、単音でなくてワン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 ってこういう音色に変わってくるんだね。はい、これはさっきの6をやった場合も同じね。で5までいきましたね。次4ですね。4の場合は今度、右手に移ってね右手の人差し指ですね。人差し指をこうしてポン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 とまあ叩いていくんだね。はい、いきますね。何も考えないでね、4と出してもうポン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 とやってた方がいいかもしれませんね。穴を狙ってポン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 とね、まあこれが指打ちになりますね。指打ち、まあはいはい、これができたら今度ね3ですね。3の音で2で、今度、この右手の中指で、叩いていくわけなんですね。はい、このようになりますね。はい、それじゃもう一回ね初めからやってみますね。6から始まりましたけどこの7からやってるんですね。指だけポン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 ってやってくださいね。うん。まあね、これもねやはりね繰り返しやるしかないんですね。繰り返し練習していくとだんだん上手になりますからね。23日やってるともうだんだん慣れてくると思います。はい、最初のうちはね、なんとかなんか変だなと思っても、これ慣れるんですよ。もう一度いきますね。7からいきますね今度はね。ね、できる限り今度は一息で、たくさん、ね打ってください。はい、これやってきたら次、7今度6ですね。この穴の上ただもう叩くだけね、指打ちですから叩いていくだけね、そんなに頭で考えないで。最初、今言ったように6だったら6の音を6と吹いていて指だけねポン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 やったんですよね。もう一度やるんですね6ね。こんな感じなんですね。また今度5に行きますね。はい、できましたね。はい、次4ですね。はい、次3でね。はい、次。まあこのようにね順番に高い音からね音を下げていった方がやりやすいんですね。はい、そんなことで今回はまあ最もですね指打ちの中でも最も基本になる練習をしました。次回はねさらにこれを、はい、次回はですねさらにこれをレベルアップをした吹き方について紹介していきますね。